ゆいちゃむヤングのおーしゃべーい、はい、5月27日オリックス3回戦11対8でカード勝ち越しでございます。いやー、はい、実にね、うん、実に面白い殴り合いを見せてもらったなとね、だしハラハラしたな、ハラハラだったよ、うん、ハラハラだった、ハラハラだったよ、 うん、打つけど打たれる、うん、もう俺はもう心地よくなってた、あ、ほんと、もういいよ、うん、どんな、もういいよ、打て打てと思いながら好きにやってくれって感じだ、打ってくれ打ってくれ、うん、打つからみたいなと思う、もう、殴ってくれみたいなね、もうね、そうそう、いや、ハラハラだったよ、見てて久々にすごい楽しい3試合でしたね、うん、でも楽しかったですね、見ててね、うん、カード勝ち越しっていうね、こっちはとしてはありがたいかもしれない、うん、うんうんうん、なんか非常にね、この、うん、あの気持ちの良い、だから応援歌が歌えないのが残念だけど、歌ったらもう、歌い疲れて、うん、あの、うんうん、倒れそうだね、そうね、声がね、枯れちゃうね、これはね、それぐらいいい試合でした。じゃあ今日の試合のベイポージを、うん、ベイポージ行きましょうか。今日はね、ポジれるとこ、はい、今日もいっぱいありましたよね。はい、ではゆうちゃんからお願いします、はい、じゃあこちらです、私のベイポージはベイスターズらしい勝ち方からのからのこちらですね、オースティンの好走塁でございます。もうこれは初回からもう最後9回までもうこれで始まりこれで終わるぐらいの報じれる場所でございました。これはあの、ね、うん、あの俺の大好きな、うん、あのもうユニフォームが泥んこになっていくフィッツラね、うんうんうん、あのサードへの1、3塁したとか、あれの流れがやっぱり外のホームランにつながってきたと思うし、あの8回のね、あのツーベースにしたところもね、そうだから確かにな、今日見ててね、やっぱこの人今日だ、特に思ったのが8回のオースティンのツーベースの時の1塁回ってセカンドに行くと、あれオリックスはセンターがロメロがやったんだよね、そういうのもあると思うんだけど、守備の、いや、ちょっと、まあ、怠慢っていうか、ここはゆっくりする。まさか相手が、うん、オースティンが走ると思ってないでしょ、と、うん、裏を返ってくるようなマッシュというか、そこをちゃんと見極めての、そうそう、ガッツあるあの走塁は、助っ人外国人は珍しいなと思って、まあ、あれがもう本当、去年から俺はあれがたまらなくて好きなところで、今年のそれの強化されたところは怪我しないと、うんうん、そう、あれでね、怪我しちゃったらあれだけど、そうそう、抜くことも覚えたっていうところがプラスアルファ、うんうんうん、そう、すごく今日はもうオースティンが輝いていました。うん、わかります、はい、やっぱり起点になった、うん、言ったら、うん、自分が打点上げなくてもちゃんとチャンスメーカーしっかりできて、うんうんうん、ある意味あの4番としての打線を鼓舞してる感じね、うんうんうん、責任感がなんかすごいなと思った、うん、そう、あんだけ汚れていってんだぞみたいな、うんうんうん、わかりますね。輝いてました。じゃあ、そう、俺はね、うん、オースティンはね、ベイポジの、ね、2位だったのよ。お、じゃあ、その中1位は？なんか1位で選びましたら、うちはこちら、田代さん。田代コーチです。はいはいはい。田代さんがですね、うん、この交流戦の初戦からベンチ入りになったわけ。うん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 、言ってたね、今日出場してから、うん、ベイスターズはなんと36安打11本塁打26打点だよ、うん、やばいじゃん。これを見てめちゃくちゃすごい数字、あの田代さんが今まで巡回コーチだから、うん、練習には参加するけどベンチ入りはしない、うんうん、形からこの交流戦、うん、ベンチ入りをするって形になって、うんうん、こういう爆発の仕方っていうのは多分ね、田代さんなんかやった、実際今日1個、うん、大和は、うん、あのタイムリーになったのコメントで、うんうんうん、田代さんが、うん、ネクストで待ってる大和に打ってこい、うん、言ったらしい、うんうんうん、回数増えてたね、うん、去年かな、去年か一昨年もそういうのがあるんだよね、うん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 、多分あれがさよならの時だったから、ごめんね、どっかちょっと言ってるのよ、うん、なんかお腹空いたからみたいな感じだよね、そうそう、お腹空いたから早く見てみてくれた、そう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 、あったねっていうのが多分ね、この田代さん の雰囲気が、うんうん、活発にさせてんじゃないかなっていう、うん、いい意味でなんか圧がかかってるのかもしれないね、選手がね、うん、まだ3試合じゃん、うん、3試合で11本ホームラン出てるわけベースターズ、うん、で2位がジャイアンツで5本、うん、他でもうホームランだけでうまく、もう、そんな違うんだ、試合だったかもしれないけど、うん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 、今打ったぞと、
すごい打ってんじゃん、やばいね、3試合で。そしてびっくりするぐらい打たれたぞっていう試合だった。うん、そうそうね、そうそう。だから、そう打たれてんだよ。ベイスターズが36安打してるけど、うん、オリックスは40安打してるからね。うん、両チームで76安打だった、この3年。すごいね。76安打。ホームランが15本、うん、で、点数は両チームで51点だから、うん、これはね、この何それ、うん、言ったら、まあ、ある意味ワンサイドゲームをして、うん、打ち合って終わるってい う、うんうんうん、あの非常に面白いなんかねラウンド3の試合を見た感じ、うんね、殴り合いの試合だね、うん、もうね、そうそう3試合とも殴り合いでしたね、だからギリ、まあ、勝ったけど、うん、あの点数で言ったら、うんうん、点数だけで言ったらよ、ベイスターズが26点取って、うんうんうん、オリックスが25点だから、ああ、そう。点だけで言ったら、1点差の判定勝ちみたいな。超ギリギリじゃん、そんなの。マジか。これをもしかしたら全て田代さんがやってた可能性がある。というふうに思って、ちょっと田代さんにしてみました。なるほどね。でも確かに、それはそうだ。だから、ピッチャーで言ったら、やっぱり石田の健太君のところね、うんうん、やっぱりまずね、やっぱりロメロも今日結局抹消は決まってしまったみたいで、うんうんうん、まあでももう一回調整して上がってきてもらった方がいいのかなと思うから、うん、やっぱりね、うん、急ピッチで作らせてきてるところもあると思うので、うんうん、その中しっかりね2イニング投げて、うん、で今日2勝、あ、今日今シーズン初勝利か。そう、初勝利。もうそれも本当素晴らしい。嬉しかったな。だからね、うん、今日はそういう、まあ、田代さんを挙げた中で、うん、あと、オースティンその泥だらけっていうのを挙げてたんだけど、うんうんうん、もう一つの中で泥だらけで、ちょっと痺れたシーンがあって。うん。何ですか？それが9回の最後のところ。9回2アウトで、悪送球で取れなくて、三島がね、うんうんうん。取れなくてバランス崩してこけたのよ。うん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 。あと、まあ、一応ちょっと投球練習して投げ始めた時もう、うん、右半分が泥だらけだったあれを見た時にさ、うん、わもう2人目の泥だらけ選手が出たと思った、まあ、ね怪我とかそう何もなかったの喜びもありに、うんね、そこにプラスアルファもうユニフォームが汚れているピッチャーでしかも要はリリーフ陣としてできたピッチャーが泥だらけになってるってなかなか見ないわけじゃん、うんうんうん、ほぼないからねそんなね場面はね。でその三島がさ、うん、だから、T 岡田よ、うん、T 岡田も昨日も 5打数5安打、うん、で今日も打ってるわけじゃん、うん、この T 岡田を、うん、のに何初球2球目のストレートがさ、うん、またうなるようなストレート投げてて、うん、最後はフォークボールで三振っていう、うん、あのねちょっと泥がついた瞬間にね、三島というピッチャーがちょっと変わったのよ。って感じがした。勝手にね。あ、ほんと？ここは、うん、エラーに対して気にするなっていうのと、うんうん、そのエラーから要は追いつかれたりとかしたら、うん、要はその選手に響いちゃうから、うんうん、そういうことも全て俺がもう、何シャットアウトしてやるっていう感じ。だからね、その守護神としての気迫っていうのを、うん、あの泥から感じたね。じゃあ毎回泥つけた方がいいのかな。うん、そうだから思って、ちょっと自分の中もうちょっと横にベンって自分で始めた方がいいんじゃないかなっていう。それ多分絶対効果ないからね。自分でベベってつけるのは絶対効果ないよ。ロジンを触るように、うんうん、ロジンと一緒に土も触って、うん、ちょっとで、ずっと三島右ポケットの位置が土で汚れているみたいな。意味わかんない儀式だわそれ。っていうのをまあ思った。まあそうだからそこも良かったなと思います、ね。っていう感じの。なるほど。まあでもちょっと一安心でしたね。カード勝ち越しで、うん、スタートができて。次は楽天戦だ。こっからがまた大事よ。多分、ね、楽天のローテーションがずれなければ、うん、楽いでしょ。うん、楽い。マー君で、うん、ドライキと早川君だからここが。すごい硬い3、うんうん、ピッチャー3人来て、うん、じゃあこのほっかほかの田代さん打線がどうなってくるかよ、うん、田代さんがこの人に対してどういう作戦を練ってくるかっていう、そうね、ここが楽しみだなと。楽しみね。そうね、しかも移動日なく明日からだもんね、もうね。そうそうそう、これが非常に楽しみだなと思っております、うん、という感じ。はい、はい、じゃあ今日は満足ですか。満足でございます。はい。じゃあ、今日も一個だけ告知します。昨日もした告知で、あれなんですけど、はい、6月3日ですね。
ダゾーンさんでやってらっしゃいます、はい、ベイスターズゾーンっていう番コーナーにちょっとベイスターズ女子代表、はい、代表としてね出させていただきますので、はい、はい、ぜひダゾーン入ってる方は、入ってない方もね最初の2週間無料みたいなんで入ってぜひ見てください。はい、じゃあ私の告知はこれで大丈夫です。その告知の間、はい、僕はずっと嫉妬しています、はい、いつかヤングさんも出られる日が来ますようにないないない俺が出たら長くなるからダメだ。そっかおい、じゃあ今日は私も満足しました。はい、はい、じゃあ今日も皆様明日は、はい、坂本くんね頼みます。よろしくお願いします、はい、お願いします。じゃあチャンネル登録もよろしくね。あ、それそれ危ない。ありがとうございました。